見るとめちゃめちゃ迫力があってかっこいい、アルストロメリアの花束ですね。基本的にあんまりね、横にこう、なんていうの、平行な部分、ここの部分を頭に持ってくるラッピングはあんまりやらないんですよね。まあ大体ね、基本的に僕のラッピングって2パターンか3パターンぐらいしかなくて、で、それの、あとは色のね、要するにバリエーションのみなんですよ。僕ね、ラッピング自体はそれほどそのバリエーション僕はね必要ないと思っていて、そのただね、そのバリエーションっていうのはこのペーパーの質感あるじゃないですか。質感とかこのペーパーの種類ね、例えばワックスペーパーとか、まあさっきのね、なんつうの、ああいうペーパーの何ペーパーというか知らないけど、まあああいうさっきのペーパーでも硬いのとか柔らかいのとかいろいろあるんですよ。まあそういうのの組み合わせでいろいろとこう、ラッピングって変わるんですよね。まあこれ今ラッピング。ワックスペーパーをあれしたからここが少しこうやって、シワシワになるんですけど、このシワシワ感を少しこう出してあげて、この上のシワシワ感をわざと出さないで持ってきて、でね、ここを一発、セロテープでもいいんですけど、まあ輪ゴムでいいと思うんで、輪ゴムで留めておきますね。ここね。見えなくなっちゃうんで、どうせ。まあ、輪ゴム留めなくてもまあ大丈夫なんですけど。で、この上から、このメッシュペーパーですね。メッシュペーパー。まあだからこれなんかもそうなんですよ。だから、この折り方とかはあんまりこだわらなくていいと思っているんです、実は。で、メッシュとかこういうものの見せ方で、こう見えるように、変化がつけられるようにしていこうと思ってるのは僕のラッピング方法なんですよ。だからなんか結構ね、その簡易ラッピングなんですけど、簡単な簡易ラッピングじゃないですか、こういうのって。だって覚える折り方は2、3種類しかないわけですから、あとはもうペーパーのね、この、なんつうのかな、質感とかでしょ？ってことは、2、3個だけ覚えれば、あとは自分のバリエーションに持ち込められるわけですよ、これ。何も覚えなくても。だからね、今度ね、まあそういうね、ちょっと簡易的な、ラッピングの、その、方法というか、それをね。どうですか？めっちゃかっこいいじゃないですか。はい、できました。リボンは茶色の。で、中でこうワックスペーパー、ごめんなさい、ワックスペーパーがこう見えて、外側メッシュペーパーで、アルストロメリアとこのレースフラワーとこのペラですね。ペラの動きが。この中に、なんていうんですかね、そのペラと、アルストロ、な
つっていいかな。一個一個の花がこう明確にパンパンパンと見えるような花束ではないので、こうわちゃわちゃっとこう花がある中からペラが出てきたりとか、レースフラワーが頭出したりとかして、まあラッピングもね、だからそれと同調したような感じに仕上げていくのが結構、素敵かなと思います。でこういう、色にしました。はい、これなかなかかっこいいよマジで。